どうもこんばんは、共同通信の編集員あどうも、共同通信の編集員が主なんですけども、どの説明権もしてます佐藤大輔と言います。今日はお越しいただきありがとうございます。今梶さんの方から紹介がありましたが、2016年の9月から2020年の5月まで3年8ヶ月ぐらいなんですが、ニューデリーの特派員をしてました。先に言っちゃいますけども、11月に死刑の本を、ルッポ死刑という本を連動社から出してですね、実はその前に去年、一昨年になるんですけども、角川から13億人のトイレっていう本を書いてまして、インドって経済成長だというふうにいろいろ言われててですね、安倍さんとモディが仲いいとか、新幹線だ、原子力協定だ、わーわーって言ったんですけども、こう上からじゃなくて下から見るとインドってよく見えると。その下って何だろう、トイレなんだ。トイレから見たインドっていうものをですね、書いてみまして、今日の話は、この取材の、経験をもとにですね、今日のこの映画をどう見るかっていう話を、してみたいなというふうに思います。今回の映画週刊、死刑映画週刊、僕はこの3本すごく自分の中で思い入れのある作品があってですね、1本目は帝銀事件のやつで、これ今49歳なんですけども、なんかこう見に来てですね、見たことはないと思って見てたんですが、小学校2年生か3年生の時見た記憶がまざまざと蘇ってきてですね、あ、この場面もしかしてこうなるんじゃないかと思ったら、あ、やっぱり僕見てるんだって、やっぱり小さい頃の記憶ってのは恐ろしいもんだなと、北海道の山奥で見てた記憶が未だに蘇って、40年後にユーロスポーツで見るってなかなかこういいなと思ってこう感激したのとですね、もう一個はキム・ジョンナム、私はキム・ジョンナムを殺してないっていう映画もこれ上映してるんですけども、私先ほども紹介した時に、その前韓国に行って韓国語を喋るもんですから、ちょうど私はインドに行ってる間キム・ジョンナムの殺人事件が起きてですね、すぐニューデリーからクアラルンプールに飛んでくれと、で結局1ヶ月半ぐらいクアラルンプールにいたり、容疑者とされる男を北京までかけたりしてですね、実はあの映画が公開された時に私パンフレットを書いてまして、あの映画にもちょっとだけ1秒ぐらい私はさっと映ってるんですね。もし見る人がいたら、あっていうふうに思っていただければ多分気づかないと思うんですけど、で3つ目はこの裁きですね、裁き、このインドの映画、本当今家でも見て改めて劇場でも見るとですね、あのインド人の粘っこい独特の、あの英語ですね、あれを聞いて、あ、俺本当にあの3年8ヶ月もあそこにいたんだなと思うとですね、独特のこう頭の中がこうスパイスの香りがしてきて、あのインド人の方にインタビューとかするとですね、とにかく話は長いんですね。一つ質問するととにかく長く質問が入ってきて、だんだん相手も途中でないっていうのが分かんなくなってくるんですけども、とにかく主張をするんですよ。ただその主張に本当に論理性があるかというと、彼の論理性と僕の聞いてる聞きたいことというのは全く違っていると。これよく言われるんですけども、国際会議でですね、日本人に喋らせるのとインド人に騙され、インド人を黙らせるのと日本人を喋らせる、これが一番難しいって言われるんですね。日本人はほとんど喋らない、でもインド人は喋りまくる、で交渉の最後でテーブルひっくり返すのが大体インドで、今回 RCEP というですね、広域経済協定が、私もこれ担当してよく取材に行ったんですけども、最後にインドは脱退しちゃうんですね。最初 OK したのに脱退しちゃう、途中でこう論理をどんどん変えていくわけなんですよね。同じようなことが今回の映画の中でも見れたんじゃないかなというふうに思います。僕もちょっとメモをしながら、映画を見ましてですね、これどこがまずポイントなのかなと、どこで見たら、もう一つの映画としてすごく面白いので予備知識がなくてもすごく見れると思うんですけども、このポイントを、もう一回見てですね、例えばもう一回 Amazon で見てもいいと思うんですが、ちょっと面白くなるかなというところがあるんですけども、まず主人公、ラナヤン・カンブレっていうのが出てきますよね。あの歌手のおじさんなんですけども、この映画、本当に説明がほとんどないんですよね。そうそう、今回の皆さん映画を見て、あれ、インド映画って踊るんじゃないのというふうに思ってる人もいると思うんですけども、これも日本人の典型的なインドに対する誤解でございましてですね、今はあんまり踊らないですね。私、これ多分この監督20代だったと思うんですけども、インドにいる時に別の、映画監督に取材したことがあってですね、これもやっぱりこうこの映画と同じようにカメラを固定して、そこの中でこう動きをほとんどないような中でストーリーを作っていくんですけども、その監督も同じで、いや、インドの映画としてはすごい面白いと思うって言ったら、いや、僕はね、ニューヨークで小津安二郎を勉強したんだよってことを平気で言われたんですよ。で、どんどん変わってくるんですね。いまだに日本の僕の LINE のスタンプでインドのやつがあるんですけども、みんなターバン巻いててですね、ナンを食べてるんですけども、これはほとんどインドではいませんね。
ちょっと皆さん的な年代だと、あのタイラージェットシンとかいう人とこう思い出す、今笑ってる人は大体49か僕より年上の人なんですけども、あのターバン巻いてる人のイメージが多かったと思うんですが、インドはそのように多様化してるっていうところがまず1個はあると思います。でも多様化してるんだけども全然多様化してない、昔のままの固定したイメージ、固定した概念がずっと続いてるっていうのもインドの現実なんですよね。で、あのカンブレって一体何者なんだろう、どういう人なんだろうというところがまず入ってくると思うんですけども、まず映画の最初のシーンでですね、歌ってるシーンがありますね。で、その画面の左側の方にですね、大橋巨泉みたいな顔をしたおじさんの肖像画があったと思うんですね。で、この人の肖像画っていうか、この人はもう一回場面に出てくるんですけども、パワルという男が死んで、そのアパートにあの弁護士ともう一人助手が行くんですけども、その時銅像が立ってるのに気づかれたでしょうか。まあ、ここから上のですね、飾ってある、あれはですね、アンベートカルって言って、インドの初めての、初代の独立した時の法務大臣なんですね。彼自体が、不可植民というか後から言いますが、ダリットっていう人たちのカースト出身で、カーストっていうものをこう引いているヒンズー教に対してものすごく反発をしてですね、まあ、最終的にはヒンズー教を見て仏教に入り、ガンジーとも決別するということになるんですが、彼をこう崇めているということは彼らがダリットっていう存在であるということがまず分かるんですね。で、このダリットっていうのはですね、カーストって皆さん聞いたことがあると思うんですけども、あのバラモンを司祭というのバラモンをてっぺんに4つの、カーストに分かれてまして、身分制度というふうになってますよね。まあ、日本で学校カーストとかいうことが出てきちゃってるんですけども、ああいったこう流動性のあるものじゃなくて生まれながらにしてできてるものですね。で、このよく思うんですけども、いろんな職業に結びついてるっていうふうに言われますが、カーストの下にジャーティーっていうのが考え方がですね、ジャーティーというのが細かく家柄とかですね、もう遅延というものを表しているんですね。まあ、それ自体は今大体カーストというふうに考えていいんですけども、それによって職業とかがものすごく決まってくるってところなんですよ。例えば今のモディ首相というのはお茶組のカースト出身というのがあってですね、そこから今の、BJP という政党に入って首相までなったという歴史があるんですけども、その4つのカーストに入らない人たちというのがいるんですね。それがアウトカーストで、これをダリットっていうんですね。いろんな言い方があるんですが、ダリットっていう言い方が、多いと思います。で、裁判の中でもですね、あなたの政治的な活動は何だっていうところで、ダリット進歩党っていうふうな言葉が出てくると思うんですね。で、彼はそのダリットという集まりの人たち、日本でいうその不可植民という言葉に当たる人たちの、団体で活動していた人たちで、そこに、そこの出身、そのカーストの人っていうふうに思っていいと思いますね。あのダリットというのは決して少なくなくてですね、インド13億人ぐらいいると言われてますが、 15% ぐらいがダリットと言われてるんですね。まあ、あのまた細かいことは後から言いますけども、もちろん社会の下の階層としてすごく悲惨な境遇に置かれている人もいれば、今のインドの大統領、インドも大統領っているんですよ。これ形式的な元首なんですけども、もちろん首相が政治的トップなんですが、インドの大統領、今ダリットの人なんですね。で、州によってはですね、ウッタルプラディッシュっていう、あのニューデリーからちょっと上のガンジス川が流れてる、バラナシがある州なんですけども、あそこだけで人口2億人いるんですよ。本当に参っちゃうんですけどもね、こう常に視界から人が消えないという感じの取材に行くとですね、疲れちゃうんですが、そこ の例えば州首相がダリットだったりすると、で、それでものすごい利権を持っちゃったりするっていう構造もあるんで、ちょっとそのダリットの社会構造については後から言いますが、とにかくそういう存在の人たちであると。じゃあ、あの歌の中で何を言ったかと、ちょっと僕もメモしてみたんですが、宗教の森、カースト差別の森、人種差別の森、民主主義者の森、カンブルはこういった歌詞を歌ってるんですね。時代背景をちょっと見ると、これ制作されたのは2014年ですね。2014年というのは今のモディが首相になった年です。おそらくその前ぐらいに撮影されてたと思うんですが、モディというのは RSS っていう、これヒンズー教至上主義者の団体に少年の頃から入ってですね、ちょっと経歴謎なところがあるんですが、そこから首相になって、で2期目を迎えた今はですね、よりヒンズー教の、至上主義的な政策を強めている。まあ、これあのモディ自体があまりこう政策の結果を出せてないからそこに持っててるんだという見方が非常に強いんですけども、まあ、そういった傾向がもともとあると。そういうものに対してカンブレはものすごく警戒心を抱いて、
ああいった歌を歌ってたんじゃないかと。もともとあれ虐殺抗議集会ってなってるじゃないですか。で清掃人の話が出てきますけど、後からそれも言いますが、かなり、過酷な環境の中で育っていると同時に、やっぱり根強い差別があってですね、そこで、殺人事件とかも頻発するんですね。そういった背景に、まずこの映画があるっていうことが言えると思います。もう一つ、あの映画の場面はムンバイですね。ムンバイって皆さんご存知かと思います。昔の名前の方が知ってると思います。ボンベイですね。ニューデリーが政治の中心でしたら、ボンベイというのは西の方にあって、ベンガル湾のですね、これは商業の中心です。人口が約2000万人なんですけども、町の大きさは横浜ぐらいなんですよ。横浜って大体人口が380万人ぐらいです。そこに2000万人がひしめいているってことなんですね。でスラムが舞台になってますけども、ムンバイの約4割の人口が スラムに住んでるって言われてるんですね。皆さん、スラムダックミリオネーナっていう映画見たことあるかなと思うんですが、あれはイギリスとインドの合作の映画なんですけども、あの撮影した場所が、ムンバイのスラムなんですね。500あるうちの、ダラビ地区という、スラムで、そこはあの東京ドームが37個分のところに100万人住んでるんですね。もう私も何回か取材に行ったことあるんですが、もうとにかく人だらけなんですよ。まあこれは完全にあそこコロナは拡大するよなというところだったんですが、つまりその横浜ぐらいの大きさにそれだけの人口がひしめいてですね、同時に経済の中心でもあるからものすごく高級な、建物もあったりですね、地価なんかものすごく高いんですよ。日系の商社なんかがムンバイに来て一番大変なのが賃料なんですよね。別の新聞社がムンバイ支局がそこでオープンしたんですけども、あまりに高くて閉鎖したってこともあったからですね、とにかく住むところが高いんですよ。やっぱりそんなに狭いとそうですよね。でスラムがあって、その先に夜の釈放されたカンブリが映って歌っているところがあると思うんですが、その先にはちょっと気づいたかなと思うんですが、すごく高級なビルがちょこちょこ映ってるんですよ。で彼が歌っているのはいわゆるボロボロの、スラムですよね。あれもいい方のスラムだと思うんですけども、あの格差というのがものすごく、ムンバイの現実なんじゃないかなというふうに思います。で、いろんな面白いところがあったんですが、あとは裁判ですね。裁判もさっきの僕のインド人の取材の経験と同じですが、とにかくいろんなことを喋るんですけども、根拠になっているものが、今回の裁判もそうなんですけども、古いですよね。旧植民地時代のものを出してきたりするわけですね。で、まあ、これはまあ、あんまり、SNS にとか上げないでほしいんですけども、大体ですね、こう取材をしてると訴訟を抱えるんですよ。こういう僕個人でもですね、会社としてもですね、まあ、とにかくいろんなトラブルが起こるのがインドなんで、僕もトラブルの処理が多かったのか、記事書いてるのが多かったのかというと、なんかトラブルの処理しながら仕事したというのは、そういうようなイメージのあるぐらい毎日何かが起こるんですね。で、そういうのが起こってくると、まあ、弁護士に相談しますよ。とにかく裁判がめんどくさいんですよね。いろんな案件がいっぱいあって、もう解釈も人によって全く違いますし、裁判所が抱えている案件もものすごい多いんですね。で、今日多分この監督はかなりパロディーにやってたと思うんですけども、ああいった、カンブレの事件を扱いつつも、その前は時計の、盗みの話、で、その後は身体障害者用の、車両に乗って、はい、みんな500ルピーで解放とかですね。これ全くこう法に基づいてやってるんだからよくわからないところがありますよね。で、これ驚かされるのは、あのカンブレの、起訴をした検察官はほとんど事実調べしてないで起訴してますよね。これはじゃあ何かというと、やっぱり偏見に基づいてやってる。じゃあその偏見っていうのは、やっぱり彼がダリットであるっていうところに行くんじゃないかなと思うんですよ。で、今の偏見の話をちょっと広げてみますと、途中で、あの検事のですね、家族が演劇を見に行くシーンがあったと思うんですけども、覚えてますかね、これぐらいの、なんか同じような絵を見てる気がするんですけども、ここで、何ですか、移民を追い出すと。で、我々が、ボスであって、思い知らせてやったんだと。その中で言った言葉、自分たちがマラータ人であるっていうふうに言ってますね。あそこの、ムンバイというのはマハラシュトラ州っていうふうに、いう名前の州にありまして、言葉もマハラシュトラ語というような正確な言い方なんですが、そこにいるマラータ人というのはですね、ヒンズー教徒のカーストなんですね。ただムンバイで一番多いカーストなんです。
で彼らがものすごく原理主義的な考えを持っているんですね。でこの時代からかなり強まっているところがあるんですよ。でマハラシュトラ州、特にムンバイには、シブセナっていうですね党があって、これはマラータ主義を唱えている、マラータ人、至上主義を唱えている政党があるんですよ。これはですね2019年に政権与党になってしまったんですね、その、マハラシュトラ州ですね。でこれはかなり大きいですよね、数千万人、億単位いる州の、政府ですから。つまりそういったことが実現してしまうような、雰囲気があるということなんですね。排他的な雰囲気があると。でそこにその判事もいる。でその判事がいる。で、おそらく北から来た移民って言っても外国じゃなくて、他の民族、他のカースト、低いカーストたちのことを言ってると思うんですよ。で他の州からマハラシュトラ州って出稼ぎに来るんですよ、ムンバイですね。ムンバイ一番州としての収入が高いので時給もいいんですね。ということは北の方の貧しいビハール州とかですね、コルカタ州とか、コルカタとかですね、あっちのあんまり平均年齢、平均所得も低くて農家が多い人たちが、マハラシュトラ州、ムンバイに来て稼いでる。多分そのことを移民と言ってるんですね。で、出ていけと。出ていけというのは、自分たちがマラータ人である。高いカーストにいる。お前らというのは汚い人間だ。汚い人間だから出ていく。娘にも触らない。娘もどっかちょっと発音の違いをバカにして言ってるんで、これを笑ってしまって拍手をする人が判事であるってことは、これはまともな裁判はできないよねってことを言ってるわけなんですね。いろんな、要素が出てきます。で、ここで一つ、キーワードとなるのがですね、カンブレーの歌を聴いて自殺したというパワルという人の職業が下水道の清掃人であるってことですね。で下水道の清掃人、これこそがダリットの一つの代表的な職業というふうにされていますね。インドのカーストのですね考え方で、上不上の考え方があるんですよ。さすがにそこまでのお年の方はいないと思うんですが、昔トイレのことをお不上って言いませんでした、うん、って聞いたことある人は正直言ってもらってもいいんですけど、トイレってのは不上なものである、そういう考えが日本にもあったかもしれないですけども、インドの場合はそれがもっと強い。死に対するですね、不浄の考えが強いんですよ。つまり死刑執行人であったり、動物の改定をする人たち、それは日本もそういう歴史がありましたが、そういう人たちに対してはアウトカーストの人たちが担っているという歴史がありました。じゃあなぜトイレもそうなのかというと、その死の概念はちょっと広くてですね、人間の体から出されたものというものも含まれるんですよ。つまり排泄物ですね。でインドの田舎とかにも行くとですね、典型的なのは家の中にトイレがないんですよ。だインドは随分トイレがなかったんですね。でこの本に私それをメインに書いたんですが、モディは全ての家にトイレをつけようということを言って達成したけど、本当は全然達成されてないんですけども、じゃあなんで家にトイレがないかというと、家にそういった不浄なものをこう貯めるようなものは作りたくない。じゃあ外に置く、公衆のトイレだったり、町に1個しかなかったり、本当に農村でなかったら畑の奥の方にみんな外でするわけですよ。じゃあ何が起こるかというと、女性がレイプされたりですね、そこでサソリに刺されたり、本当にいろんな事件が起きるんですよ。トイレっていうのは女性にとって命がけで行くような場所でもあるんですね。それも一つのダリットの問題なんですけども、じゃあ例えばそこにトイレを作っても、じゃあそれを誰が浄化槽を掃除するんだ、誰がその、パイプを掃除するんだってなった時に出てくるのが、当然ダリットの人たちってことになる。自分たちはそんな汚いものを触ることなんて考えられないってことになってくるんですね。で、パワルは最初検事はですね、完全にマスクをして、安全装置をして、もちろん手袋もして、掃除をしていたんだと。だけど死んでしまったから、あれは自殺なんだっていう、何の証拠もないんだけどなと思いながら聞いてますが、その後にこれが全く嘘であるってことがこう出てきますよね。でこれは今インドでも結構問題になっていることの一つなんです。で私は当時の取材でもこの本にも詳しく書きましたが、ダリットの人たち の、 そのトイレ清掃人、マニュアルスカベンジャーっていう言い方をされるんですよ。なぜかというと手でやるからなんですね。昔はもっとこう郊外に行くと、そのまま排泄物を貯めるようなところがあって、そこに女性がカゴを持って手でかき集めてですね、それを頭に乗っけて捨てるんですよ。で画像を見たけど、なかなか厳しいものがあってですね、
こうすごい映像とか出てくるんですね。じゃあ都会の方がそれはないかというと、じゃあ都会の方は確かにパイプラインができてるんですね。そこを通して、まあ、排泄物が流れていくっていうことになるんですけども、結構壊れるんですね。インドのこうインフラ、社会インフラ非常に脆弱なものがあるんで詰まったりもするんですよ。じゃあそこで彼らが登場して、棒とかでスコップでって言ってるんですけど、実際に僕を見に行った時も長い竹の竿にタオルみたいなのを巻きつけてガバッと開けてですね、腰まで汚水に浸かってそこからやるんですね、うん、これが普通に行われてるわけなんですよ。さっきの映画の中でも虫が出てきたら安全だっていう言い方をしてましてね、うん、じゃあ逆に言って虫がいっぱいいるところに入っていくってことじゃないですか。こんなことを普通にやらせてるってところがあるんですね。もちろん少なくなってきては、昔よりも少なくなってきてはいると言いますけども、まだまだ多いんです。そういった人たちはインド全体で30万人いるとも言われるし、50万人いるとも言われるし、正式な数ってのは分かってない。ただですね、このダリットの団体の中で、清掃関係の仕事の人たちの権利向上を図っている団体というのがありましてですね、ベズバダ・ウィルソンさんという方が、これニューデリーでやっている SKA という団体だったんですが、これはあのマグサイ最小という人権に関する賞を2000何年だったかな、取ったような団体なんですけども、そこに取材に行った時に彼らが独自に集めたデータを見せてもらったことがあるんですね。それは何かというと、今回の事件の全く同じです。清掃、下水道の清掃人が作業中に死亡した例ってどれぐらいあるかと。これは1994年から2015年までのデータだったんですけども、1000人以上が分かっているだけで死んでるんですね。で、私が、その時取材をしたら2018年か19年、その前の年ですから18年のデータだと思うんですけども、その1年だけでも約100人が死んでるってことが、その団体のまとめだけで分かるんですよ。もちろんインドですから、ものすごい田舎に行くとものすごい情報ないんですし、通信手段もないわけですから、本当は何人死んでるなんてさっぱりわかんないんですけども、それだけ死んでいる。で、私がいた2018年19年、どっちか忘れましたけども、ツイッターにですね、ニューデリーのジャーナリストが1枚の映像を出したんですね。それは、死体をですね、火葬するところでこうベッドに寝かされて布をかぶされたところに一人の男の子がこう寄りすがって泣いてるシーンなんですよ。そのお父さんはやっぱり下水道清掃人で、深いところに綱をこう手繰りながら入ってたんですが、有毒ガスで意識を失ってそのまま落下してですね、亡くなってしまった。で、これが未だに起きていると。で、その画像が結構拡散されてですね、まあそういう時にはボリウッドスターが、400万円出すとか500万円出すとかそういうことはやるんですよ、確かに。で、ダリットの人たちもそこで、デモとかをするんですが、で、ニューデリーの市長もですね、なんとかするって言うんですけども、大体そこで終わっちゃうんですね。寄付した人は寄付して終わりだし、なんかこう根本的から変えようっていう感じにはなかなかならないっていうのが現実としてありましたね。あ、それはやっぱりこのインドの中におけるカーストの根深さというものをすごく示してるんですよ。ですから結局この映画でもそうなんですけども、ダリットの人がいて、で、清掃人の事故があった。清掃人の事故が自殺してないってことは多分検察も分かってるんじゃないでしょうかね。あんなに、証拠もなく警察の捜査もいい加減ですし、あれでなぜ判事がそこで訴訟をもうやめてですね、日本だったらさすがに検察もこれは起訴取り消すんじゃないかなってぐらいの内容だとは思うんですけども、それでも続けてしまって、じゃあ次に何が起こるかというと、テロのこう容疑でですね、改めて起訴してしまうと。で、この根底にあるのはダリットなんだから、で、ダリットはやっぱ社会不安の材料だよねと、彼らというのはなんとなくこう取り締まった方がいいんだと、そういうような雰囲気はものすごく映画の中でにじみ出てると思うんですね。じゃあなぜこれをみんながこう止めようとしないのか、おかしいって言わないのか、これもこの映画のシーンで見ていると、やはりこう最後が判事の休日のシーンで終わってしまうと思うんですけども、彼にとってもうそんなことどうでもいいんですよ。しかも判事がこう理論的でない、こう、ね、理論的でないとか、こう例えばシャツのここが着てないから規則違反だ、本当に規則があるのか分からないですけども、でも彼はですね、変な、多分親戚の子がちょっと病気だということに何かこう
こういう夢をはめろとか、こういう占い師をこう見た方がいいとか、もうそれこそ非合理極まれないことを平気で言ってしまうけども、あとはこう誰がいくらもらってるとかですね、結局そういうところにしか彼らは関心がなく、誰もダリッと、じゃあハンブレどうなったんですか、多分まだ拘束されたままじゃないですか、でも裁判所は休みになってしまう、そういったなんかこう日常を流れる中でですね、本当にじゃあカンブレっていう人の存在、ダリットの存在、もう誰も変えようとしないんじゃないかというものすごい皮肉が今回込められてるなっていうふうに思いました。インドの人にですね、インドって何、インドってどういうふうな国家なのって聞いても、僕のこの一緒に行った助手なんかと話、あのニューデリー支局って僕はヒンディー語できないですから、ヒンディー取材に行くときは必ず助手と言ってヒンディー語から英語に訳してもらう、特に田舎の方はみんな英語できないですからね、彼らなんかに聞くと、いや、分からないって言うんですよ、インドっていうのは。じゃあ他のいろんなインド人の人たちに聞いても、インドって何、なかなか答えられない、カレーかな、とこう団結してるものって言ったらって、本当にそういうことを冗談で言うぐらいで、じゃあインド人っていうもののインドの理解、自分の社会の理解っていうのは、おそらくそのカースト、ジャティの集団であったり、またはその職場であったり家族であったり、そういうすごく小さいところのこの自分たちの社会っていうところで生きてるっていう意識がすごく僕はあるんですね。まあそれが例えば宗教であったりもするから、排他的にどんどんなっていくんですけども、よくインド人が何がこう好きかというと、まず自分が好きで、家族が好きで、で今が好き、それ以外はこうあまり考えないというところがこうあってですね、そういう中でなかなかインドの変化って来ないんじゃないかなというふうに思うんですね。いろんなこうそういうようなことが分かるような、ちょっとした場面もあって、まあ、ちょっと話題それますけども、最初カンブレが電話に出て5分で着くっていうふうに言うじゃないですか、絶対5分で着かないんですよ、これインドの人僕も何回もあったと思うんですけども、全然こう待ち合わせに来なくて電話すると OK wait 5 minutes、 僕は永遠の5分ってよく呼んでたんですけども、大体1時間は来ないんですよね、カンブレもあれ多分1時間ぐらい遅れてると思うんですよね。で、あともう一個、パワルの家に行った時にですね、弁護士の人が向かいの人の家に行って話を聞いて、最後に水を勧めるじゃないですか、水を勧めて、いや、いりませんって帰ってくるんですけども、これね、田舎の方に行ってダリットのですね、ものすごく質素な暮らしをしている人たちのところに知られた時に、彼ら結構水を勧めてくるんです。それはものすごく彼らにとって水が重要だというのもあるし、その水を、自分が出した水を飲むことによって、あなたは私を受け入れてるかということを試すところも僕はあるんじゃないかというふうに思っているんですね。で、実際に取材に行ったときにグラスに出てきたんですけども、まあグラス自体汚いですよね、なんか浮いてるんですよ水も。女子は絶対飲まなかったんですけども、僕はやっぱそこは飲まないと取材できないだろうなと思って飲みましたね。そうすることによって彼らは、あ、なんかこの人はいわゆる典型的な、彼らなんて日本とかそういうの全くわからないですからね、海外っていう感覚もないので、日本の人とかいうよりも私をこうちゃんと見て対等に見てくれる人かどうかっていうところの判断だと思うんです。だからなぜあのシーンで彼はこう水を拒否したのかっていうところはちょっと僕なんていうふうに思ってまして、そこがちょっと気になったところかなというふうに思いますね。なんかこういろいろツッコミどころもあるし、そういった感じで見ていくとですね、非常に面白い映画だったと思います。パワルの奥さんが裁判所で証言するシーンあるじゃないですか、あの奥さんは多分ダリ本物のダリットの方なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ああいったちょっと少し弱々しそうで典型的に何かを怯えて生きている、何か圧迫されて生きているような雰囲気の人ってなんか特に地方のダリットの人が多くてですね、あの雰囲気をなかなか演技では出せないというふうに思うんですね。多分その出身の方なんじゃないかなというふうに思いました。で、喋ってる言葉も多分これはヒンディー語の人が聞いてもわからないんだろうなっていう言葉で喋るんですね。で、シートベルトの使い方もわからなかったじゃないですか。そういう世界にいないってことなんですよね。非常にいろんな要素が入ってる映画だったなというふうに思いました。で、せっかく死刑の映画習慣ですが、インドの死刑のことだけ言っておきますが、インドも日本もですね、死刑尊治国であるんですが、実はインドはほとんど執行してないんですね。私最近の執行が2020年の3月でした。私が帰る直前で
これはあの世界中に報道されて有名になったですね、バスの中で集団レイプをしてですね、女性を殺してしまう、男女を殺してしまうという事件があって、その、犯人4人に対して死刑執行が行われたんですね。まあ、その前はその5年前です。つまり5年ぶりの執行だったんですね。で非常に、政治的な執行と言われていまして、モディの支持率もだいぶ下がっている中で、レイプっていうのは結構社会問題になっていてですね、それを何とかしろという声が出て、最終的に4人が執行された。インドも執行されて、日本ももちろん死刑執行あるんですが、違いはですね、インドは、まあ、これ日本の方がおかしいというのも言えるんですけども、手続きは全て公開されるんですね。いつ、彼らに執行命令が出された、でそれを裁判所が、嘆願を拒否して次の高裁に行ったと。で高裁も、嘆願を拒否して、じゃあ、あとはこれインドは大統領が、執行中止を命令できるんですよ。でインドの大統領も最終的に、執行命令を取り下げたと。で僕その執行の日はですね、インドのニューデリーのちょっと離れたところにある刑務所で執行されたんですけども、4人同時に、執行するんですね。やっぱり死刑執行のカーストがいるんですよ。これもかあのさっき言った通りダリットなんですけども、彼らの取材も、まあ、僕らは言えなかったけどインドメディアはしててですね、まあ、詳しいことが報道される。で3月のある日の朝6時に執行だということで、もう行ったらですね、数百人の人が来てるんですよ。日本と違うのはそういう人たちは、まあ、日本でもオープンになることはないんですけども、ほぼ 99% 死刑賛成派の人たちで、午前6時前にカウントダウンが始まりましてですね、6時ちょうどになったらみんな拍手をして万歳と、我々の正義が守られた。この時コロナウイルスがかなり拡散している時だったんですけども、誰もマスクしてなくてですね、僕もちょっとこう怖がりながら取材をした記憶があるんですけども、逆にここであなた国際的な死刑ってあんまりどうなのって質問をするのもこうちょっと怖いような雰囲気があって、そこはインドの一つの、集団ヒステリーを持つ要素が今で怖いところがあると思いました。まあインドはそういう感じで、あまり毎年死刑、まずこのパンフレットの中に毎年執行してるっていう書き方があったんですが、それはちょっと事実じゃなくて、ほとんど執行されてない。ただまあパキスタンとね戦って軍隊がこういろんなところで殺したりしてるので、なかなかそこの評価って難しいものがあるんですけども、制度としての死刑に対しては慎重っていうふうには言えると思いますね。最後にこの映画を見てですね、やっぱりこのインドは難しい国だなというふうに思います。で特に20年前の記事を見ても、日本の新聞のですね、インドに対してどういう言われ方をしているかというと、動き出した巨像みたいな言い方するんですよ。ようやくこの十何億の国が動き出した、これ本格的に動いたら大変な経済成長を遂げるんじゃないか。20年経ってもですね、動き出した巨像っていう本が出てるぐらいですね、事象はまだ変わってないんですよ。じゃあなぜ変わってないかという現象はここの今の映画にやっぱり込められていて、社会はやっぱりカーストというもので分断されている。そこの中で統合的な発展って難しいと思うんですよね。インドのモディ首相の場合は、まあ、トリクルダウンと一緒でお金持ちがいっぱいできたら社会良くなっていくっていうけども、やっぱりこの清掃人の状況一つ見ても、そこの改善が進まない中で経済発展というのはですね、難しいですし、社会のまあ保守的といいますか、そういった古い考え、または法制度もああいった、なんだかよく分からないものが出てくるというような状況、これを変わらない限りインドの発展とはなかなか難しい、そう容易ではないんじゃないかなというのが3年8ヶ月暮らした私の感想なんですけども、まあ、そういった思いは今回の映画を見てさらに強くなったというところでございます。インドのことって僕はあんまり話すことがなかったんで、すごく今日は伝わったかどうかちょっと心配なところもあるんですけども、もしよろしかったらその13億人のトイレという本も読んでもらえればというふうに思います。ありがとうございます。